続行担当宮見です。ムータントムでございます。ムータントケイトです。さあもうまた新たな報告が、はいはい、はい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 、まあこの人体実験番組コムゾですからね、ちょっとね、いろいろと優秀な実験屋がいるからね、モルモットがいますからね、なんと、はい、私収録日の前の日ですね、はい、ワクチン接種してきましたと、うん、ワクチン、はい、ワクチン新型コロナウイルス、ウムチンが、ウムチンがワチ君を打ってきたと。言えてた今。なんなの、もう訳が分かんない。その結果ですね。うん、まずどうなったかね。昨日、うん、実は直後にまあお二方にちょっと一瞬お会いしたじゃないですか。3人でね。はいはい、はい。そう一瞬ね、打った直後、食事をしました、ね、割と1時間後ぐらい、うん、の時は。まあ全然何もないなっていう感じだったんですけど、まさかウムが来ると思ってなかったんだよね。ああそうね、ウムもサプライズ風にね。そうです、間違えた店にまず行ってしまいました、僕はね。そう、ほんでその時はかなり正常ですね、正常な状況でしたけれども、帰って8時ぐらいですか、7時ぐらいに帰ってから1時間ぐらいしてから、うん、もう腕が猛烈に痛くなってきて、うん、ああ、なんかそれ言うよね、なんかね、うんうん、打ったとこってことでしょ、腕って、うん、打ったとこが痛くなってきたってことでしょ。そうそうそう、そんでなんで打ってない方が痛くなるんだよ、そんなことないでしょ、それめちゃくちゃでしょ、違うとこ痛くなったら。でもそこから始まったもう首とか肩もうなんていうの、張ってるような感じで痛くなってきて、めっちゃ痛えじゃんっていう風になった後に、まあ早めに寝たんですよ、それでね。したら寝苦しくて起きて、でうわこれなんか絶対やばいなと思って、もうだるくて体も、もうなんていうの、倦怠感ってよく言うじゃないですか、まああれがやってきましたという感じになりまして。覚えのある感覚ですか、まあだから本番よりはちょっと弱いですね、やっぱ、でもこんな感じだりーなってなって、でまあなんとか朝まで眠りにつきまして、無理やり、で今日実は朝病院があったんですけど、ちょっとその熱を持っが出てる状態ではあんまこのご時世良くないじゃないですか、病院に。あ、熱出てんの、出てたの。そうだね、熱測ったら38度の。え、マジで、はい、今もってことでしょ。今もそうですね。お、出てるというのがまあ僕のこのコロナのこの翌日の状況ですね。コロナのって言っちゃったよ。めちゃくちゃだよ。ワクチンでしょ。しかもウイルスって言っちゃってるし、もうめちゃくちゃ。コロナウイルスを打った後じゃないですよ。ワクチンを打った後の翌日の状況こうなっておりますね。はあ。今だよね、現状ね。いや。なんかその俺の知り合いもほら昨日話したけど、その一回コロナになって、はい、なった上でワクチン、まあ治ってからね、ワクチンを接種したら。もう、とにかくその辛くて熱が出て、で、なんとか寝たんだけど、悪夢にうなされたって言って、いや本当そうで、俺もそんな感じだったもん、寝てるけど、悪夢も副作用なの。悪夢も副作用、全身がかさぶたになる夢を見て悪夢でうなされたって言ってた。それはワクチンの副作用なんだ。ワクチンの副作用で。俺の悪夢は、前の中野の家に朝4時半に豪太くんが若手のバンドを、豪太くんがプロデュースしているっていう若手のバンドを連れてきたっていう夢でした。でも悪夢見たね、豪太くんと喋ったからね。そう、それが悪夢でしたね。だからね、だからそのさ、夢の何を見たかは別として、やっぱりそのうなされるぐらいの辛さってことなんだよね、きっとね。そうそうそう、辛い。寝てても今もそう、今もめっちゃボーっとしてるし、あとなんか水の中にいるみたいな感じなんですよ。あ、
へ、あ、それ耳の平衡感覚的に耳の感じがなんかボー、ボーンとしてるっていうか。はあ、そんなになっちゃうんだ。そうだからやっぱりで今は何一応大丈夫なわけ。いやまあまあ大丈夫なわけでこれこう話してるぐらいは。そう気持ちの持ちようなんですけど、うん、まあこれはワクチンのせいで説明もらうんですよあれを打つときに、うん、でその時に、まあ、そういう症状があるかもしれないけど数日で確実になくなりますということも、まあそうだよね、注意書きの紙をもらってるのもあるんで、まあ、ちょっと安心度はありますよね。どうせまあもうちょっとしたら治るんだろうっていう。そっかそっか。ただしんどいですよね、まあ、これは想定内のものですよと。そう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 。でもそれ、ね、やっぱ翌日からのが出るって書いてあったしね。ん？翌日、うん、翌日からの方が、うん、その副作用が出やすいみたいな副反応が。へえ。なんかでもさ、その、うん、かかってしまうコロナでもさ、別に風邪でも、うん、なんか予期せずになってるものって別にさまだ、うん、まだ逆に気持ちがいいんだけどさ、その打ってそれが来るっていうのが怖いよね。なんかね、うん、ちょっと違う意味で終わりはあるのは分かってるけど、ま、原因もめっちゃ分かってるじゃないですか。そう、原因が分かってるって逆の怖さがなんかあるね。打ったからじゃんこれっていうの。だからすごいちょっと不思議な気持ちですよね。で、あ、でも出ない人は出ないんだもんね、何にもね、うん、でなんかね、3ヶ月かかって3ヶ月経ってるんだったら打った方がいいよっていう案内ではあったんですよ、うん、おうおう、僕が受けたところ の打つ医者にそうなんか言ったら、うんうん、だから本来だったらそのいやひょっとしたらまあもっと間隔短かったらもっとやばいのかもしれないし、うんうん、でこれ3ヶ月でもこんだけ出ちゃう、あ、6ヶ月でもこんだけ出ちゃうっていう感じもしますからね。もう半年か。そう、でも 2本目も打てと言われてるんですよ。まあそうだろうね。これめっちゃ2本目の方が嫌ですよね。だから有無的に言うと3回目に近いわけだもんね、それはね。そうそうそう、コロナがあってワクチン1回があって、うん、ワクチンさらに2回があるときに、だからその知り合いも言ってたもん、 2個目が本当に怖いせいだ。1個目でさ確実にもうなってるわけじゃないですか、反応これよりも場合によってはひどいってよく聞くから2個目の方がと言われてるからね。これを自分で打ちに行って打ってっていう話だからね、うん、それもうどうかと思いますよね、本当ね。どうかと思うよね、もう、うん、絶対二日酔いになると分かってるのに飲むみたいなことだもんね。そう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 、これ飲んだら明日最悪だよって言われてるものを飲むようなことだもんね。そうね、しかも酔っ払った気持ちよさもないわけじゃないですか。ないからね。チクってされた上にこれ明日最悪だよって言われるものをやるんだもんね。普通やらないからね、そうなってね。普通やらないよね。いや本当に。これ飲んだら目つぶれるよっていう酒を飲むってことだもんね。飲まないもんね。そうしたらね。うん。だよね、そうだからまあちょっとまあ人それぞれだし、まあ、打った世の中的には打った方がいいと思うんですけど、まあ、でもなかなか大変ですね、本当ね。すごいなやっぱり、うん、なんかもう今全身の関節とかがめっちゃ痛いですからね。全身の関節が痛かったらもう人って動けないよね。だからもう腰だけ痛いとかになられてさ、ものすごい止まってますもん今俺。体が口だけ動かしてる今。口だけ動かしてますね。口は関節ないからいけんだ。うん、えでも本ちゃんのコロナはもっと辛いんでしょ。うん、ちょっとこれ残念なことにちょっと忘れちゃってんすよね。あんな面白い、ね、面白話を。いや面白いコロナの辛さ具合をね。あそれも後遺症なんじゃない、記憶障害。あれ、まあ、ちなみにさ、うむ、これはこれを見越して今日例えば仕事を入れてないとかそういうのはしてるわけ。うんと、俺なんか前のコロナの時に不整脈があるって言われたんで、まあ、コロナのワクチンは結構割と最近に決まって、どっちかっていうとその不整脈の検査を24時間心電図ってやつがあったんですけど今日。ああ、いろいろなくっつけるやつだっけ。そうそうそう、それが
あったのをもうキャンセルして、だから今日も帰ってこのまま寝るだけですね。今日こそでもそれ不整脈測った方がいいんじゃないかって気がするけど大丈夫。いや病院にやっぱ熱の状態で行けないなと思って、このご時世柄、ああ、うん、ちょっと自粛 しましたねそこはね。まあそうだね、うん、ちょっとじゃあ明日も引き続きじゃあ、はい、ウムの人体実験、はい、何でも聞いてください、はい、